沖友人は東京都出身の日本の実業家。スタイルアクト株式会社の創業者で代表取締役社長でもある。国土交通省住宅エネルギー性能表示検討委員会の委員などを歴任。東京都出身。父は報道写真家の沖森弘、父の沖森弘は大手クライアントを多数持つ商業カメラマンとして活動していたが40歳の時。 夢を追って報道写真家に転校。この頃、小学校の作文でサラリーマンになりたいと生活の貧しさを嘆いている。父方の親族に否認リングや日本尊厳史協会を創設した大田天霊がいる。自分が興味を持てることを掘り下げていく生き方を父の姿から学ぶ。母秋子は昭和5年に札の製造を目的に創業した小林康の娘。 創業経営者になることに憧れを持ったのは祖父の影響が大きい。1984年慶応義塾大学経済学部に入学。高校時代は何をやっても一番になれないという劣等感も持っていたが、19歳の時高校のサッカー部の監督を引き受け天気が訪れる。1988年慶応義塾大学経済学部卒業。 有限責任監査法人、トーマツ系列のデロイトトーマツコンサルティング株式会社に入社。1995年イコマ、データサービスシステム株式会社に入社。1998年11月アトラクターズ、ラボ株式会社を設立し、代表取締役社長。社名の由来のアトラクターとは自分の興味あることで、それしか研究しないという意味。 スタイルアクトはあなたのスタイルで行動する人を支援するという意味。企業当初は不動産でコンサルティングに費用を払う人はいないという理由から食べていけないと周囲からの反対もあった。2004年不動産データ、統計、IT を組み合わせて情報を提供するサイトスマイサーフィンを立ち上げる。2011年ブルーアイランド戦略を 日経ビジネスオンラインに寄稿。2014年6月本社を東京都中央区銀座に移転、スタイルアクト株式会社に社名変更。2015年土地売買のプラットフォーム、スタイルランドのサービスを開始する。2017年学区年収とマンションの資産性の相関データを発表。ありがとうございます。